ああ、そうだ。青い水底にいる夢を見る。ああ、そうだな。サスケ、お前には礼を言う。ああ、見習わねばなるまい。あの日、肥殿を先へと通した未熟。それを超え、前へと進まんがためあれは何であろう。不思議な夢だ。この雪村に何かを教えようとしているのか。い,いえ、 これはすべて、己の未熟がゆえ、いえ、ただただ、後ろからついていこうとしたのみにございますないえ、学びませんでした。いえ、見ておりませんでした。行くぞ皆そこから、熱き魂を救い上げてみせようぞいつの頃から見るようになったのだろう。あれは、親方様が倒れられてからだ。 いいなそして我が氏が何を思い、かの男と戦おうとしたのかそれを知るために今徳川殿と正宗殿が手を結ばれては、脅威はバイト膨れ上がろう今のそれがしは、答える言葉を持ちません今や押しも押されぬ徳川軍。俺ががむしゃらに突き進んでどうにかなる相手ではない。これに対抗するにはただ一つ脅王 石田三成殿に力を借りるより他はないいやまたあの夢を見た上杉殿今なんと上杉殿上杉殿はこの状況にどのようなお顔をされるであろう いざ行かんうん。それよりも佐助、サスケ、親方様のご容体はいかがかうん。確かに、おっしゃる通り。この雪村には、徳川殿と戦う術もありませぬ。己の魂、魂己を信じよう。しかし、この雪村は今まで、それほどまでに強く己を信じたことはなかった。ただ、 親方様についていけばよかったゆえに、親方様が伏せってから、何も学んでいないことに気がつくなど親方様、この雪村をお守り下され、そしてどうか、親方様のご意志を貫き通す力を親方様のご容体が心配だこの状況を盛り返し、ご安心いただかねば、親方様の安らぎがためにも、貴殿を通すこと、まかりならぬ 親方様は、なぜ徳川殿と戦おうとしていたそして、この雪村は、なぜ俺は一体、何を見てきた常に親方様の後ろにいたというのに。お笑いくだされ、上杉殿。やはりこの雪村には、無理なのでございます。騎殿が掴んだもの、願わくばお聞きしたい。騎殿とそれがしのさ、今こそ、はっきりとわかり申した ヒデオは気づいておられたののだなお館様の魂に奇妙な夢だ。この耳には水の音しか聞こえず、もがこうとも水上に出ることは叶わず。皆底から見上げると太陽が輝いているのだ。その輝きが目に焼き付いている。くっ、甘んじて受け止めよう。くっ、くっくっ <laughs> くそ、くさく、すべてご指摘の通りにござる。くっ、それがしのせいで、くっ、我らの進軍を見計らっていたとは。ここまで来るのに、長い時を経た。己の力で進むとは、なんと険しいのであろうか。この戦を乗り越えれば、皆そこの夢も見なくなるはずだ。 《自分に帰れ》か《うおー昨晩も見たあの夢をサスケ…サスケお前が調べた全てを聞かせてくれ!》《サスケ、ついてこいお前一人でいい》<laughs> ししかし <laughs> 死死せねばならぬ。通過させては、親方様に申し訳が立たぬ。それがしは、すでに親方様より、魂を受け継いで。そ、それは、それがしに、秘殿に、甲斐全ての民に、このような形で、その大きさを知ろうとは。それがしは、受け継がれた魂を知った。 たとえこの雪村が死んだとしても、我が心を託した者がいる限り、この思いは生き続ける。それが武田の魂。そしてそれがしは、この魂を守りたい。日の元半分をいただこうとも、この雪村の意志は変わらぬ これぞ雨地にとどろき渡る我が炎の断りなりそれが、不思議なことが起きた。いつもは水の音しか聞こえぬのだが、いつしか声が聞こえるようになったのだ。それは、親方様の意志を継ぎ、それはならぬ。親方様より託された武田を守らねば、それが親方様の意志であるのだから、それは、 我が師武田信玄が、かの男との戦いを望んでいたためでござる。